ルートビヒ三世は、バイエルン王国最後の国王。第一次世界大戦後のドイツ革命により退位した。ルートビヒは、ミュンヘンで、バイエルン王子ルイトポルトとトスカーナ大公女、アウグスタの間に生まれた。1868年2月20日、彼は、ウィーンで、モデナクゲのマリア・テレジアと結婚した。1912年に、父ルイトポルトが死去し、 変わってルートビヒがバイエルン王国の摂政の地位についた。当時の国王ー一世はその兄ルートビヒ2世と同様に精神を病んでいたと言われている。翌年改正された憲法の規定にのっとり、ルートビヒは夫を排位し、議会の承認を得て自身がバイエルン国王の座に就いた。第一次世界大戦のドイツの敗戦による混乱の中でルートビヒは家族と共に ミュンヘンを逃げ出し、11月13日に、クルト・アイスナーが起草した、対位宣言書に署名した。翌1919 19年に、アイスナーが暗殺され、妻、マリア・テレジアが死去すると、混乱を嫌ったルートビヒワリ・ヒテンシュタインへ逃れ、さらには、ハンガリーの自身の居城へ移った。1920年に、バイエルンの居城へ戻ったが、翌1921年、 ハンガリーの居城に滞在中に死去した。盛大な葬儀が行われ、彼の遺体はミュンヘンの一族の墓地へ、マリア・テレジアと共に埋葬された。王妃マリア・テレジアとの間には、第一次世界大戦において、ドイツ軍の指揮官を務めた王大使ループレヒトを含め、13人の子供が生まれた。ありがとうございます。